夕方遅くに日本読みすると安藤川貝村という世界遺産の村に入りました。その村の 4,5 キロ手前でうなぎという文字を見つけたんですね。それでこのうなぎのお店に夕食をいただきに行きました。韓国ではうなぎをどう調理していただくんだろうということも興味がありましたし、韓国料理ばかり食べている身としてはちょっとうなぎも食べてみたいですよね。そんなことで夕食にうなぎをいただきました。白焼きのうなぎですね。タレをつけずに焼く方法です。だけどうなぎはうなぎ、とても美味しかったですよ。